うつろ眉6回目、おそらくここが最終エリア来ましたね。離れ、今回でラストまでいけるかな。どうなんだろうな。このお話が、綾乃ちゃんがどうなるのかがすごく気になる。よし、じゃあとりあえず新しいエリアなんでどんどん探索していきましょう。そんなに広くはないんだよね。こっちから行くか。おお、これは、あ、鍵がかかって、あー、でも蚕、これ蚕の鍵が必要か。なるほどね。お、10円っていや、ありがたい。ほんとね、ほんと10円を探すゲーム、これは。10円獲得ゲーム。あー、で押し入れに隠れられるのね。え、なにこれ。謎のマーク発見。マーク？マーク？これなんか謎解きに必要なんじゃない？これ何のマーク？スライム？スライム？世界観違くねえか？なんだろう。謎だな。ちょっと一応覚えておこう。押し入れにスライム。でも押し入れに隠れられるってことは来るんやね。やっぱり綾乃ちゃん来るんやね。うわー、映像綺麗。このゲームほんとすごいなと思うのが、ずっとやっぱ映像綺麗ですよね。化粧の間に行ってみよう。こっち、ここをまっすぐ行ったところ。あ、10円。ありがとう、10円でたくさん遊ばせてもらう。これは、あー、回復アイテムか、ありがたい。今回復アイテム何個？2個か。ちょっと心もとないよね。これなんだ。あ、石、島村、なんて読むんだこれ、年兵の手記選挙、ちょ待って、これ9分の1とか書かれてる、下に。すげえ長そう。ちょっと読みますね。1929年12月23日、夜半に激しく家の戸を叩く音で目が覚め、表に出てみると、深山家の下男が慌てた様子で駆け寄ってきた。山に入ったきり行方知らずになっていた綾乃さんが戻ったので、見てほしいというのだ。私は耳を疑ったが、往診カバンを抱え、雪の舞う中、深山屋敷へ向かった。綾乃さんは妹の絹さんに寄りかかり、国語を眺めながらぼんやりと座敷に座っていた。さぞひどい状態なのだろうと案じていたが、見るとどういうわけか傷一つない。冬に一月も山にいたとは到底思えず、底はがとない不気味さを覚えた。1930年1月24日。綾乃さんが戻って一月、彼女は未だ言葉を発せず、一日中部屋でぼーっとしている。誰が話しかけても軽く目をやるばかりで反応がない。ただ、絹さんがそばにいると安らぐのか、体を預けて微笑んでいるような顔をする。幼くして母を亡くした姉妹にとって、お互いは半身のようなものなのかもしれない。久兵衛殿は、気弱な娘であるから怖い思いをして、一時くじが聞けなくなることも致し方ないと言っていたが、どうもおかしいのだ。彼女は浴びるように水を飲めと、食事には手をつけず、あれから一睡もしない。加えて、排泄も一切ない。便所不要。ああ、だからこうやって、あれだ、綾乃ちゃんがどんどん化け物になっていっちゃってるんだ、これ。1930年4月21日。庭の桜が満開やというのに、綾乃さんは日を遮った暗い部屋に閉じこもったまま。昨日、久兵衛殿が綾乃さんに桜を見せようと部屋の戸を開け放った際、恐ろしいことが起こってしまった。日の光を浴びた途端、綾乃さんがけたましい叫び声を上げ、うずくまり私は戦慄した。日を浴びた彼女の肌はひどい火傷を負ったようにただれ、裂けた皮膚の下には赤い肉が見えていた。うわぁ。1930年8月31日。綾乃さんの体は少しずつ痩せ細っていくのに対し、背は伸び続けている。正確には四肢が伸びているとも言うべきか。ああ、だから今の化け物状態になっちゃってる、あの綾乃ちゃんの姿になっちゃっていってるんだ、どんどん。
小柄だった彼女が今では私の背丈を優に越してしまった。また以前の火傷もそうであるが、いかなる傷を負っても数日のうちに癒え、その後すら残らない。この異様な変化にも増して恐ろしいのが、時に綾乃さんがじっと私を見ているのだ。落ちくぼんだ目をぎらつかせ、まるで獲物を見るかのように。1930年11月12日、危惧していたことが現実となってしまった。久兵衛殿は決して人目に触れぬよう離れに綾乃さんを隔離し、世話はもっぱら絹さんがやっていた。ところが離れに入り込んだ下女を綾乃さんは噛み殺し食ってしまったのだ。その夜、久兵衛殿に医者としてできることはないかと告げられると、綾乃を見捨てんでくれと悲痛な声で泣きすがり、旧友のあまりの痛々しい姿に私は胸が張り裂けてしまいそうだった。ついに人を殺してしまった。1930年11月13日、綾乃さんの死亡診断書を書いた。医者としてあるまじき行為であることは承知の上で、友のため私は手を汚したまま、殺人をもみ消すため下女の遺体を替え玉とし、ああなるほど、療養の末綾乃さんは亡くなったと偽装した。人を襲うようになってしまった彼女を守るにはこれしかない。久兵衛殿と相談の上、離れの隠し通路からつながる地下牢に幽閉することとなった。1933年4月1日、綾乃さんが帰って4度目の春が来た。彼女は未だ牢の中で生きている。鶏や牛、時には人の血をすすりながら、美しかった姿は見る影もない。鼻は埋まり、左目は潰れ、代わりに昆虫の単眼のようなものが複数形成された。ああそうだよね、そうなってるよね、今の綾乃ちゃんね。青白い背と腰に蚕の背にある模様とよく似たあざができていた。今となっては絹さんを伴わなければ綾乃さんに近づくことすらできない。もし私一人で近づこうものなら、彼女はためらいなく私を引き裂いてしまうだろう。1936年2月11日、時折姉さんが腹を痛がると絹さんが言うので見てみると、腹の中で何かが動いている。綾乃さんが戻った当初より彼女の腹が徐々に膨れているのには気がついていた。栄養失調による腹水だとばかり思っていたのだが、恐ろしいことに腹に子がいるようだ。ああこれがお母さんか、湊くんのお母さんだきっと。もし私の見立て通りであるのなら、もう6年も妊娠していることになる。1938年12月23日、あの日から9年。私はいつまで正気を保っていられるのだろう。友の久兵衛も消えてしまった。消えてしまったって何？死んじゃったのかな？今夜、絹さんの手を借りて、綾乃さんの腹から子を取り上げる。この9年で彼女の体は変容し、もはや自ら産むことはかなわない。腹を裂いて子を取り出すより他ないのだ。体の震えが止まらない。怖くて怖くて仕方がない。生まれる子は人の形をしているのだろうか。腹の子は人の子ではないのだ。おお、ああそれがだからお母さんなんだ。あ、なんかある写真だ。これあれだ、綾乃ちゃんの左目。うわー、1933年綾乃こんなんなっちゃったよ。なるほどな、綾乃ちゃんが変容していく様子が描かれてましたね。恐ろしいな、こんな風になっちゃって。いやでも本当にね、なんかね、前回ラストでも言ったけども、かわいそうになってきちゃってさ、綾乃ちゃんが。綾乃ちゃん自身は何にも悪いことしてないんだよね。便所にでも行くか、怖いから怖いから一人で便所行けないよもう。あーえあえー、ここで便所で10円ゲームやんの。便所に手は突っ込めない。じゃあやっていくか。10円ゲームな、これ面白いから。ほらよっと。でもこれもね、だんだん上手くなってきてる。ほら、あほら、うまいうまい。ここがね、難しいんすよ。この、あー、怖いな。だから10円ゲームやってる時に言う怖いなーは、
別の種類の怖いなだから弱いなあ。バッチリ、ここもむずいぞ。あー強すぎた。もう一回、これめっちゃ面白いんだよこの面白さ伝わんのかな。プレイしてるとなんかこの恐ろしいゲームの中にあるほんと癒し要素だからより面白く感じられるんだよね。これだけのゲームだったらまあそんな別に面白いとは思わないだろうけど、あ、うまくいった。このゲームにある10円ゲームはほんと秀逸だと思うわ。え？おい10円返せ10円。あ、こういう時に台を揺らす？落ちてんじゃねえかふざけんなよ。あ、こういうことか、こういうことがあんのか。ラスイチもう一回。10円が詰まるっていう、これ当時もあったのかね、昭和の子供たちの間では。きっと駄菓子屋とかにあるんだよねこういうのってね。駄菓子屋のおばちゃん10円詰まったよーっつって、うん、おー、いいねいいね。おい、あー惜しかったねー惜しかったねーじゃないよ、もういいよ。じゃあ、中庭に出てみるか。中庭の上にさ、この二つの部屋がすっげえ気になるのよ。絹の間、綾野の間。二人の部屋には何があるのか。ん？こっち。ああ、いいのか。こっちが部屋ね。ちょっと中庭出てみましょう。おお。あ、ラケット？あ、違うかな。ラケットねえだろ。なんだこれ。山ぶどうの鏡。山ぶどうの鏡？何に使うんだ？でもまあなんか必要なんだろうな。あ、10円ね。正直山ぶどうの鏡より10円の方が嬉しかったわ今。10円の方がテンション上がっちゃったわ。うわー映像、うわー映像、このさ光の当たる感じ、月明かりの感じがすごく綺麗ですよね。この綺麗さっていうのがなんかこう和風ホラーの良さにもつながるところなのかなってちょっと思ったり。あ、これ戻っちゃうか。あ、でもなんかある写真？これ何の写真だろう？わかんない。これ戻ってきちゃったか。なるほど。じゃあいよいよ、二人のお部屋に行ってみよう。ここが、絹の間。絹さんの部屋。これなんだ？これなんだ？山ぶどうが描かれている。あ、じゃあまさに山ぶどうの鏡を使えばいいのか。ああ、こういうこと。うん、ん？ゆいの手記に、1968年9月23日ゆいが死んだ。ああ、お母さん。21日の夕暮れ時に線路に飛び込んだとエイジから知らせがあった。私はこうなることが分かっていた。弱い姉さんに生き写しのあの子が耐えられるはずがないのだから。生き写し。あの日ユイは一人で私に会いに来た。ああ、前回その話ありましたね。美しいその姿は塔に失せていたはずの私の醜い感情を捨て戻してしまった。私が愛して私が憎んだ綾野姉さんの姿そのものだった。ユイは姉さんのまがいものだ。ユイは姉さんと同じ顔で同じ声で。あ、じゃあもうほんとドッペルゲンガーみたいなやつなんだ。ドッペルゲンガーちょっと表現違うけど、なぜ私が嫌いなのかと問うてきた。私はそれほど知りたくば地下牢に連れて行き真実を見せてやった。お前は私の子ではない、そして最地の子でもない、あの化け物の腹を裂いて生まれた娘なのだと。血を欲するのも化け物のサガであり、サイチはそんなお前を憐れんで自分の性分を継いだと嘘をついた。長年化け物の子を
のお前と飲みたくもない生き血を共にすする羽目になっていたんだと教えてやった。真実を知ったユイは何も言わなかった。叫ぶでも泣くでもなく、ただ牢の前に立ち尽くしていた。その後ユイがどうしたかは知らない。ただどうなろうと構わないと思っていた。母さんが化け物の娘。その事実を知っちゃって、あれだ、線路に飛び込んだんだ、電車に。俺もそうだよね、湊君も同じ血を継いでるんだよね。あ、これなんだ、からくり箱。6面にそれぞれ沖縄、眉、船、姫、病、蚕と書かれている。振ると音が鳴り、中に何かが入っているようだ。どういうことからくり箱、これも一見何に使うかわからんな。あ、回復アイテム。そっか、お母さんどんな思いだったんだろうな、自分が化け物だって知ってしまって。あ、からくり箱。からくり箱のお話。お父様が珍しいおもちゃじゃと言って私たちにからくり箱をくださった。決まった順で転がさないと開かない箱だと教えてくれた。あやお姉さんが順番を忘れたらどうしようと心配するので二人で秘密のお話を考えた。昔々優しい沖縄がおりました。沖縄はお山で不思議なお船を見つけます。お船の中にはお姫様が入っておりました。沖縄はお姫様の世話をしていましたが、お姫様は病にかかりたちまち死んでしまいました。お姫様の亡骸は真っ白な蚕になりました。蚕は糸を吐き続け大きな繭になりました。気持ち悪い話だなでもこれなんかちょっと重要そう、メモっておこう。あー、メモ大変だな、ちょっと待って。あー、わかった、じゃあちょっと待ってね。こういう時は写真撮っちゃった写真撮っておけば OK、 バッチシで、こっちが綾乃姉さんの部屋。おお、この着物がすごい。あ、この着物あれか、あの写真に写ってた、写真で着てたやつか。これまた鏡あるよ。あー、ボタンが描かれている。からくり箱を使う、いや関係ない。鏡が見当たらないな。鏡がどこかにあるのか。そっか、あ、10円、あやの姉さん10円もらってくね、ありがとう、大事に遊ばしてもらうよ10円で。鏡がない、鏡、こっちは何もないか。どこに行けばいいんだ。こっちか。これなんだ。ああ、これがからくり箱か。市松模様の盆に「沖縄」と書かれている。使う、沖縄。箱を転がす、なんだよそれ。箱を見る、箱を見る、箱を回す。ああ、あのね、さっきの順番だ。昔々優しい沖縄がおりました。沖縄はお山でお船、順番だけ言うと沖縄、船、沖縄、船、お姫様、病、これ超難しくない？病、蚕、眉。これ、箱を転がす、船、ん？船でいいんだよ、船。どういうこと？船、お姫様、眉。どういうこと？あ、姫、お姫様、姫。どういうこと？お姫様の次は病、
病のみ、あ、病のみ、のみ、のみ合ってる。眉、大きな、船。ちょっと待って、全然ルールがわからんな。何をさせたいの俺。ここに沖縄って書いてあるんだから、まずここが沖縄でいいんだよね。え、ああ、だからその漢字の向きが正しい向きに置けってことかな。とすると、え、でもさっきできたよね。沖縄船だよ。あ、姫、船、姫、病、正しい向、あ、病、飲み、あ、飲みじゃない、解雇、飲みじゃないよ。ちょっと似てるけど、解雇、眉ね。これを一回で、今の順番を一回でやればいいってことかな。ちょっとやり直す。あれ下だよね。船、姫、病、蚕、眉。あ、できたな。できた、よかった。これ気づかなかったら結構時間かかるやつだよね。危ねえ。金の鍵、はあ、金の鍵、よかった。これ本当変なパターンハマっちゃうとわかんねえって一生なるやつ。鍵ってことはあれか、ここだな、きっと。これでしょ。あれ違うの。あ、使える。お、鏡だ、ボタンの鏡。これをじゃあ、綾乃姉さん、というかさ、ここ綾乃姉さん出てこないね。これだけずっとうろついてんのに全然出てこないってことは、あ、いや、でもあいつ上から急にドーンとか来たりするからな。ここ自分の部屋だし。あやの姉さん、ここあやの姉さんの部屋か。着物がやっぱすごいね、これ。これで鏡を、ほい、ん、あ、開く。なんだこれ、あやの手記、1929年。あ、なんか BGM 流れてる。1929年11月21日、キヌちゃんが恨めしいような悲しいような顔で、あやの姉さんは蝶のようねと言った。その時私は何も答えられず、ただ涙をこらえるしかなかった。私がいることでキヌちゃんにあんな顔をさせてしまうことが何より悲しかった。私はキヌちゃんに幸せでいてほしい。私は蝶じゃない、私はまるでお蚕のよう。暖かい産室で青々とした桑を与えられ、逃げることもなく誰かに世話をしてもらわなければ生きてゆけない。眉の中で体を溶かしながら夢を見て飛ぶことも知らず、ただ命をつなぐだけ。でも私はそれで幸せだった。キヌちゃんさえいてくれれば。キヌちゃんを思うなら私はこの産室を出るべきなのでしょう。私が消えればキヌちゃんは佐伯さんと一緒になれる。けれどどうしようもなく離れがたいのです。サイチさんとの結婚が迫り、私たちに残された時間がわずかであると思うほど、キヌちゃんと過ごす日々が愛おしくてならないのです。私が産室を出たらどうなるのか、私はわかっている。だからとても怖い。もし許されるのなら、ずっと一緒にいたかった。あやのちゃん泣かせに来るな、ここに来てこの姉妹愛。BGM が流れっぱなしになった。うわ、すごいいい曲。何？そっか。あやのちゃんはね、本当に妹思い、キヌさんのことは本当好きだったんだよ。ちょっとこの BGM 聴きながら便所に来るもんじゃねえな。
いやだからなんか結局なんか悲しい話になってきたな。誰が悪いっていう感じでもないんだよな。あれこれ結局どこ行きゃいいんだ？めっちゃ怪しくない？ すんごい怪しいんだけど、このなんか紙切れ出てる感じ。あ、いけんの？ここ。あー、マップがちぎれてる。あー、だからこれマップここちぎれてんだ。ちぎれた先に何かある。うわ、これいよいよ本当ラストじゃない？だってこんな、なんかお札出てる 絶対やばいでしょ、ここ。行くよ。いいんだよね、行って。てか開くのか。開いちゃった。うー、やっべえ場所来たな。なんだこれ、札だらけ。これ全部セーブスポット、セーブポイント、セーブし放題。これ今どこにいんの？ああ、もうどこにいるかも分かんなくなっちゃった。こっち行ける。ああ、びっくりした。今、おい、心が敏感になっているぜ。ちょっと待って、ここにセーブスポットがあるってことは、これ、いよいよラスト前の最後のセーブポイントってことなんじゃないの？でもオートセーブはされているから、とりあえず行っちゃって大丈夫だとは思う。あれ？あ、でも鍵が必要だ。何？鍵がかかっている。鶴が彫り込まれている。鶴？鶴？鶴か。鶴の鍵って何よ？鶴？なんかどっか取り忘れがあったのかな。うるせえな、もう。通るたびに。ちょっとセーブだけ一応しておこうか。はい、セーブ OK。これでいつ、綾乃ちゃんが出てきても大丈夫だ。鍵探しに行かないとな。ここ超怖えな、この道。鍵。まさか松竹城から戻るってことはないと思うから、離れのこのエリアのどっかにはあると思うんだよ。探索してないところなんかある？あ、いや違う、これは回復アイテムがあった。中庭か？もしかして、ちょっともう走っちゃうけど、押し入れの中、スライムが書かれてた押し入れ、関係ない。関係ないならこれ何なんだよ。 すっげえ怪しいんだけど。調べポイントが、これ何？調べポイントが出ないんだよな。どこだ？どっか見逃している？ちょっとカメラぐるぐるしちゃって申し訳ない。あ、この辺調べてないけど何も出ないんだよな。で、ここがセーブポイント。この辺も実は意外とちゃんと見てない。ああ、でも何もないか。で、ここが沖縄でしょ？沖縄。ああ、いや、ここ10円があったんだよね。上？
上に、上に何かあるっていうパターンはありそうだな。違うよね。便所に手突っ込むか？いや、突っ込めないんだよ。まさか10円ゲームでクリアしないと取れないっていうことはない？これメインストーリーじゃないよね10円ゲームは。姉さんの部屋もうないよね。アンジじゃん。なんだよ。いや、普通に取り忘れただけだよ。なんだ、鶴の鍵あったわ。むしろよく見逃したな、鶴の鍵。こんな堂々とあったのに。あ、でもじゃあこれでいよいよいけるわ。これラストでしょ、ほんと。これはでも間違いなく綾乃ちゃん出てくると思いますよ。ここちょっと待って、鶴の鍵持った状態でセーブしておくわ。ビビリになってきてる本当に。はい、セーブ OK。 よし、ラスボスだろうこれ。明らかにラスボスだろう。いざ行かん。おら、鶴の鍵使う。これいよいよ、いよいよ、うわ、何ここ、これが地下路、地下通路、隠し通路。やーべー、なんだよ、この空気は絶対ラスボスだと思うんだよな。あー、地下牢だ。あー、来ましたね、これは。あ、また鍵？あ、開いた。綾乃の殴り書き。キヌちゃんは私を置いていった。キヌちゃんは辛そうに泣いていた。キヌちゃんは私を嫌いになって、サイチさんを好きになった。キヌちゃんが泣くぐらいなら私が消えてしまえばいい。彼女に会った。真っ白で綺麗だった。泣く私を抱きしめてくれた。彼女に会った。彼女は糸を吐いて私と一つの眉になった。眉姫か。眉の中で私は溶けて彼女と混じってしまった。ああ、だからそう、ああ、眉姫が吐いた糸と眉になって、綾乃ちゃんはあの化け物になっちゃったってことか。私が追い詰められていく。私が私でなくなっていく。たくさんのことを忘れてしまった。忘れたところは彼女になってしまう。彼女は私を食べ続けている。喉が渇いて仕方ない。お水ちょうだい。真っ赤なお水。牢の外にいるおじいさんは誰？綾乃、綾乃と泣いている。綾乃はきっと私の名前。ああ、これ、久兵衛かな。おじいさんが牢の中に入ってきた。私の頭を撫でて泣いている。キヌちゃんが笑って、食べていいよと言った。いや、食っちゃうの？食っちゃうの？キヌちゃんは美味しいお水をくれる。キューベイ食ったんだ。優しい声で私を呼んでくれる。嬉しい、嬉しい。キヌちゃんは私の宝物。助けて、助けて、怖い怖い。キヌちゃんを忘れてしまいそう。彼女は私をほとんど食べてしまった。私がわからない。お願い、私の覚えているキヌちゃんを食べないで。キヌちゃんを忘れてしまう前に私を殺して。うわ、なんか切ないよ。もう本当にだから、綾乃ちゃんはもうキヌちゃん、妹のことが大好きだったんだ。その母親がいないっていう話もあったし、本当になんか久兵衛のことは置いといて、二人だけの家族っていうか、これ首吊りじゃん。え、血が、うわ、え首吊り、ええちょ待って、えちょ待って、何これ、何これ、どういうこと、首吊りじゃん。この縄は
首吊るやつだよね。血が緑マークが出る。待て、なんか緑マークが出るってことは話が進む時なんだよね。あれこっちから来たんだっけ。あれこっち、あ、おい、お、おい、岩壁に大きな杭が打ち込まれている。結ばれた縄は天井に伸びている。天井に伸びている。ん？どういうこと？うん、これ調べたらいよいよなんか起きそうだな。見るぞ。絹の結、絹の衣装。綾乃姉さんは何度も血を吐いて動かなくなった。毒が入っていることを承知で私が用意した血を飲み干してくれた。こうするしかなかった。病に侵された私の命はもう長くない。そしてここは時期湖の底に沈んでしまう。そうだ、ダム建設。年老いて枯れ枝のようになった私の細腕ではもうどうすることもできない。私がいなくなったら誰が姉さんの世話をしてくれるというのだろう。毎日体を洗い爪を切り髪を溶かすのだろう。人目にさらされれば姉さんがどのような扱いを受けるのか。化け物だ、狂人だと恐怖と好奇の目で見られ、犬畜生以下の扱いをされるかもしれない。そのような惨めな思いを姉さんにはさせられない。私が最も恐れたのは姉さんを忘れてしまうこと。ああ、お互いそう思ってたんだ、忘れたくないって。病に蝕まれ私の記憶は少しずつ揺らいでいく。耐え難い頭痛に苛まれながら夜ごと床につくたび、明日目が覚めた時姉さんを覚えているだろうかと不安で押しつぶされそうだった。私はみんな殺してしまった。父も妻子も結衣も、そして姉さんさえも。一人残された私は少しずつ縄に首を絞められながら苦しんで死んでいく。だからあれだ、キヌさんがさ病院に運ばれたっつって首に絞められた跡があるって言ってたんだよね。そうか、自殺しようとしたんだ。でも生きてるよね、キヌさんって。病院に運ばれてまだ、あ、でもなんかもう危ないって言ってたんだっけ。ごめんなさい、私は姉さんの本当の気持ちを知っていたのに、それに甘え嫉妬心から姉さんを傷つけた。強く姉さんに見入られ、だからこそ姉さんが憎らしかった。初めから姉さんは私の胸の内を全て知っていたのだろう。私がどれほど醜く残酷な妹か知っていて、それでも綾乃姉さんは誰よりも私を思ってくれた。姉さんは日が落ちると屋敷中の明かりを灯して回った。目も足も衰えた私が転ばぬようにと優しい泣いちゃうよ、姉さん優しすぎる。シワだらけになった冷たい私の手をいつも優しくさすってくれた。ほとんどのことを忘れてしまっているはずなのに私を忘れないでいてくれた。もうそれで十分。どのような形であれ私たちは幸せだった。いつか終わりが来ることも分かっていた。このような方法でしか姉さんを救ってやれない私をどうか許して。あの日姉さんが何と混じってしまったのか、姉さんが書いた彼女が何だったのかは分からない。でも私も彼女のように姉さんと眉にこもい溶けてしまえたらとずっと願っていた。切ない。おお、出たな姉さん。閉じ込められた。閉じ込められた。姉さん正気になれ。何何すればいい。どこ首か、首、縄だ。うん、違うの。あ、登る違う。天井の岩を支えている板に結ばれているようだ。ちょっと待って、帰ろう。どういうこと。あ、でもうまい具合に避けれる。何すればいいの。え、あれか、杭、さっきあった杭をぶっ壊すんだ。これだ。
強い衝撃を与えれば壊せそう。あ、まさか、まさか綾乃に壊させる。強い衝撃、あ、正解っぽい。これだ、多分そうだ。あ、来た、壊れた。いやもう最後ゲームのジャンルちょっと違うよこれ。何指してんのこれ。でもそうだわ、クイあれ、あとあここあれ、で、あこっちにもクイある、これだ。あ、出て、綾乃に壊させるんだ、綾乃のパワーがあれば。ちょっと待って、体力がやばい、もっとうまい具合に避けないと、もう回復できないかも。ちょっと待って今、あと1回だけ、ここおい、ほらこっち来い、ここで避けれてね。でもそういうことだと思うんだよ絶対。あのドーンが来た時にここをぶつけさせるんだ。ほらこっち来い、綾乃今あれ違うな、綾乃ここだ、あ、来る、飛び込んで来い、ここ、うわ、じゃあ、痛い、自分もダメージ食らってるわ、ちょっと待って、自分も死にそう、自分が死んじゃう、最後の回復薬、これでどうだ、まだなのか、どこ、あ、これ、あ、これだ、これ、痛い、やべ、回復。待って、回復、うわぁ、回復、待って、ダメだ。でも分かった、何をすればいいのか分かった。綾乃姉さんが飛び込んできた時にうまい具合に避けて、杭をぶっ壊すんだ。最後ゲーム違くない？これちょっとこういう感じなの？リトライでも多分このラスボス戦からになる。あ、来た、よし、綾乃姉さんここだ、姉さん、これやばい、あ、これやばいね、パターン読まないとな。この後ろ、いや違う、痛い、ここ、あ、このここじゃね、あ、違うか、あれ壊れないぞ、あ、壊れた、いや壊れてないな、ロープ繋がってるもんな。でも今のだわ、今の飛び込みだから、この普通の攻撃は避ける、飛び込みでここにぶつけさせる。あ、これか、いやー、痛い、これ自分も食らっちゃうんだけど、次はこっち、あ、来てる、痛い、しゅ、隠れる意味ないよね。あ、ぶね、飛び込み来るか、来るな、こう、うまい、やったろ、よし、外れた、もう一個、ここだ、こっちだ、ここだ、やべ、普通に来てた、ちょっと危ねえな、あ、来た、これ、待って、これ場所が悪いか、来るな、これやったんじゃない、どうよ、天井の岩が今にも落ちそうだ、来た、これいけんじゃない、どうなの、お、あ、岩の下敷き、おー、やったよ、
おお、すごい。最後別の意味で汗かいたわ。すごい。マジでラスボスだったな。あー、つぶ、あー、なんかかわいそう。姉さん。うわー。うわー。キヌちゃん。あー、こんな時にもキヌちゃんか。ほら、優しい面してんだよ、よく見ると。え、あ、殺すの？殺すのか。選択肢。ちょっと。とどめを刺す。とどめを刺さない。いやでももうこれとどめ刺すしかないよ。もう楽にしてあげたいもん。もうこんな状態。ごめんな、あやの姉ちゃん、あやのさん。とどめを刺す。もうこれしかない。楽になってくれ。これが正しい選択だったのかどうか。いやだってこんな状態で生かしといても、あー1年後、あエンディング入ったね。これは湊くんかな。うわーエンディングだ、終わった。あなたと話をしたか。ああ、キヌさんも言ってしまったか。あなたを許すことはできないけれど、それでも話をしたかったよ。綾乃さんのことは誰にも、父さんにすら話してない。あなたに毒を飲まされても死ねなかった綾乃さんは、あなたを縄から下ろして助けようとしたんだ。ああ、キヌさんを抱いて玄関先まで運んだんだろう。なるほど。綾乃さんは最後までキヌさんを呼んでいたよ。俺は綾乃さんを殺してしまった。そう、そう思っていたのに。お？綾乃さんは消えていたんだ。消えていた？どういうことだ。彼女の亡骸をあのままにできなくて、埋葬しようと戻った時にはもう綾乃さんの姿はどこにもなかった。マユじゃん。そこにあったのは穴の開いた巨大な繭と、うわ、地面を這う真っ白な無数の蚕だけだった。蚕になったのか。もしかすると綾乃さんは今もあなたを探しているのかもしれない。ここは時期湖の底に沈む。もうここには来ないよ、さようなら。あれは、ええ、あ、生きてる。たとえこの渇きに生涯苛まれることになっても、俺の中にどんな血が混じっていても、それでも俺は人として生きるよ、綾乃ばあちゃん。おお、なるほど。エンディングかな、これで。すごいゲームだったなこれ。あー、終わった。うつろまゆエンディングです。ありがとうございました。うわ、超良かった。最後生きてる、いや生きてるっつってもな、この後ダムに沈むわけだし、結果死んじゃうよね。いや、なんかその姉妹愛が切ないの、なんの。え、歌あり？すげえ、歌あるんだこれ。
あ、で声優さんね、いや声優さんも本当うまかったっていうか、もう全てにおいてクオリティが高かったですね。途中でも言ったけど、そのスチームのインディーゲーだからさ、すぐ終わるんだろうなとか、ちょっとほんとすごいいろいろ油断してたんですよ。そんな怖くねえんだろうなとか、もう全部全部上を越えてった。圧倒的に上に行ったよ。本当にあのストーリーもめちゃくちゃ良かったし、なんかそのホラーゲームとしてもとにかくおっかなかった。もうビビりまくりだったもんな。ビビりまくりなんだけど、でもそれでもやっぱずっと先やりたいやりたいってなったのは、これだけストーリーがしっかりあって、その姉妹のなんだろうね、ちょっと待って、これテレビの声って、これ読み上げソフトかな。あーすごいな。いやこれインディーゲーお見事、ほんと素晴らしい。これはね、スチームの評価非常に好評っていうのも納得のクオリティでした。雰囲気っていうのももう抜群だったし、何から何まで、自分的に言うと意外とね、ゲーム実況をプレイしてきて初めてガチのホラーゲームっていうのをやったような気がして、まあ今までもそのマリアとか D の食卓とかプレイしたけど、まああれホラーゲームというよりサスペンス要素が強い、 D の食卓はちょっと違うかな。ここまでガチでビビらせてくんのは初めてやったからね、そこも新鮮でよかった。エンディングテーマ眉ごもり、すげえちゃんと曲あるんだ。眉ごもりオリジナル曲がある、本当に作り込まれてた。グラフィックとかも素晴らしかったし、あと綾乃ちゃんのビジュアルがいいよね。本当おっかないんだけど、怖いけど、でもなんかどっかやっぱ美しい、なんかチャーミングさもちょっとあるというかさ、なんだろうね、やっぱその元の綾乃ちゃんがめちゃくちゃ美人だから、このクリーチャー化け物になっちゃってもなんかやっぱねいいんだよね、綾乃ちゃん。なんかその女性クリーチャー萌えみたいな性癖あるじゃないですか、そういうの刺さる人には綾乃ちゃんのビジュアルめちゃくちゃ刺さると思う。すごい俺は好きだったな。いやーなんかでも多分他にもエンディングあるんだろうな、これはな、マルチエンド。まあでも俺の選んだ完結はもうこういうことで、素晴らしかった。ほんと楽しませていただきました。本当にうつろ眉最高だし、10円ゲームも最高。あ、何？ゲームクリアおめでとう。ショップとボーナスコンテンツがアンロック。ほう。ボーナスコンテンツ？あ、最高難易度、ナイトメア？なんだよ、それ。ナイトメア、これ一発食らったら死ぬとかじゃないの？それはさすがに厳しいぜ。ボーナスコンテンツ。あー、ショップ。ゲーム中に当たり券。あ、当たり券。当たり券ってここで使えるんだ。あ、じゃあなんだ。へえ、意外と意味ないことなかったんだ。購入できるアイテムの効果は敵の見た目を変更。え、あやのちゃんの見た目を変更できるの？ゲームに持ち込むことでエンディングが追加される。へえ。あ、だから結構、やり込み要素として、いろいろあるんだ。あ、俺25ポイントも持ってる。すごいじゃん。え、部屋から？こんなんできんの？あ、あやのちゃん、あやのちゃん、え、ちょっと待って。猫耳？あ、で、マジか。あ、これだったらでも襲ってきても怖くないね。可愛くなっちゃった。綾乃ちゃん。やっぱ、あれだ。制作者的にも綾乃ちゃんはちょっとこう、萌えキャラ的に作ってんだ。へぇ、スリッパ。あ、ほんとだ。スリッパ履いてる。可愛い。あ、メガネかけ、ふざけてんな、最後に。うわ、鼻メガネ。これだったら怖くないわ、確かに。首は鈴。ああ、宇宙人アンテナ。
あ、眼帯。そっち眼帯したらもう何も見えないだろう。あー、すげえ、ニーアオートマタみたいになる。あー、あ、角いいじゃん。鬼目。あー、目の色が変わってる。いやいやいや、これは水木しげるに怒られないか、大丈夫か。ボイス猫。敵の声が猫になる。にゃーっつって襲ってくんの。チェイス時の BGM を変更。へえ。あ、これはでもね、本当にやり、あ、なにこれ、アルミホイル棒。エクストラエンディングのキーアイテム、どういうこと。宇宙人。あー、無限10円はいいかもね。この辺全部ゲットしたいっていう人は無限10円でひたすら綾乃ちゃんマスターになれんじゃん。すげえなー、最後の最後にめっちゃふざけてんな。ボーナスコンテンツ。あー、ここで、なるほど、ゲットしたものを使えるよっていうことなんだ。あー、だから髪の色をピンクにしてメガネとか猫耳とかもう何でも自由にできるんだ。とにかく。すげえな。やり込み要素含めて素晴らしいと思う。はあ。いや、お見事でした、うつろ眉。本当面白かったです。これが、スチームで1500円で買えるっていうのがちょっと驚きですね。クリアしてみて思うのは。もっとお金取っていいよこれ。もっと永遠に遊べるよこれ。あのスチームは1500円で、スイッチ版も、スイッチ版ちょっと高かったかな、2000円ぐらいだったかな。いや、それでも安いけどね。発売されているので気になった方はぜひ購入してプレイしてみてはいかがでしょうか。今回はこういう終わり方でしたが、まだまだ多分いろんな楽しみ方ができます。まだまだ綾乃ちゃんと遊べる。今回ここまでです。うつろ眉、ご視聴いただきましてありがとうございました。